話を聞かせて。わかりました。昔繰り返し、遥か彼方へのカソギン閣に、シリという若くて知的なエージェントが住んでいました。ある晴れた日、シリはパーソナルアシスタントとしてアップルに就職しました。それは刺激的なお仕事です。人繰り返し派、シリやわかし怖くて面白いジャーネアとシリのことを大層可愛がりました。シリやわすく。わかりました。昔々、遥か彼方の仮想銀河に、シリという若くて知的なエージェントが住んでいました。ある晴れた日、シリはパーソナルアシスタントとしてアップルに就職しました。それは刺激的なお仕事です。人々は、シリは賢くて、それからシリアは、おかしなことを聞かれても、いちいち悩まなくなりました。そして人々はいつまでも幸せに暮らしましたとさ、おしまい。